漫画でわかる食品加工の安全衛生。今日は食品加工用機械を用いた作業に関わる安全衛生について学んでいこう。食品加工用機械ってどんなものがあるのかしら。野菜や肉を切るスライサーも食品加工用機械だね。他にも粉や生地を混ぜる混練機や麺の生地を伸ばしたりカットする製麺機もあるって聞いたよ。いろいろあるのね。じゃあ労災の発生状況を見ていこう。はーい。労災の主な原因を見てみよう。切れ、擦れが最も多いんだね。そうなんだ。特に大怪我につながりやすいのが挟まれ、巻き込まれ。回転体に服などが触れると巻き込まれて指や腕の骨が折れることもある。ミキサーなどの食品加工用機械だけでなく、多くの工場で使われているベルトコンベヤーにも回転部がある。そこに巻き込まれて大怪我をすることもある。そんなに強い力で引っ張られるの？ベルトコンベヤーはゆっくりした動きだから大丈夫と思いがちだが、ものすごい力で引っ張られ抵抗することもできずに体ごと巻き込まれてしまうんだ。どうすれば巻き込まれないようにできるのかな。本人の注意はもちろん、回転が止まったのを確認してから近づくなど、安全に作業するために各職場にルールがあるのだよ。いちいち確認とか面倒だな。要は巻き込まれないように気をつければいいんでしょ。自分だけじゃなく周囲の人が事故に遭わないためにもルールを守る必要があるんだぞ。はい。切れ、擦れはナイフを使っている時に発生すると思いがちだが、スライサーなどの機械を使っている時にも発生している。たとえ動いていなくても素手でスライサーの刃に触れてしまうと指を切断するなどの大怪我につながる恐れがある。大怪我で働けなくなると家族も心配するし、収入面でも困るわ。そうだね。だからルールを守って安全に作業することが大切だよ。例えばスライサーを洗浄するときは専用の保護手袋を着用することが有効だ。刃物を触るときにはルールに従って慎重に作業しよう。高温、低温のものとの接触もありますね。やけどのことですか？そうだね。ドライアイスや冷凍品などの冷たいものにずっと触れていると凍傷になることもあるよ。なるほど。それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1。はあ、やっと終わった。今日は飲み会だしさっさと帰ろうっと。まだ終わってないぞ。今日は機械の掃除担当だろう。主任、すぐやります。予定があるからって手を抜くんじゃないぞ。さあまずはスライサーの刃の洗浄。あれ、保護手袋どこ行った？いつもならここにあるのにな。ま、手袋ないけどいつもやってることだし慣れてるから大丈夫でしょ。この汚れなかなか綺麗にならないな。早く帰りたいのに。うえっ、いった、切っちゃった。違う、医務室、医務室。どうした？あっ、いった。大丈夫か？手の怪我は大したことありませんが、
頭を打っているので念のため病院で検査してください。大事に至らなくてよかったよ。でも掃除だって注意してやらないと怪我につながるんだぞ。すみません。刃物を手洗いするときは手や指を切らないように保護具を着用すること。もし保護具がいつもの場所になかったら報告してくれ。すぐに新しいものを用意するから。固定しないままスポンジでこすると歯が動いて手を切るかもしれないから危険だ。あと濡れた床は滑りやすいので慌てていても絶対に走らない。緊急時ほど勝手に判断して行動しないように。慣れが一番怖い。自分の身を守るためにもルールは必ず守ろう。はい、気をつけます。ケース2。よし、原料をミキサーに入れるから手伝ってくれ。はい。怪我はもう平気ですか？うん、もう大したことないよ。何でも言ってくださいね。フォローします。うん、ありがとう。ちょっと絡みづらいんだよな。ちょっといいか？の主任が呼んでるからちょっと待ってて。はい。そうだ、ここの粉高く積んであって危ないから一人で作業するなよ。あーは言ってたけど先輩怪我してるし。これくらい俺一人でもいけるだろう。先にミキサーの電源を切って。おんま、うわっ、なんとか投入できたけど結構こぼれちゃったな。うわっ、おい、どうしたんだ？おい、あ、先輩。何をやっとるんだ君たちは。すみません。打撲程度で済んでよかったよ。手がなくなるところだったんだぞ。勝手な判断はせずに指示とルールを必ず守ること。重量物を持ち上げるときは正しい姿勢を取ることが大切だ。腰の位置が高いままだと腰を痛めるリスクが高まるからな。重い粉の袋などは高く積まないのが基本だが、やむなく高いところから重量物を下ろす場合は2人体制でやること。ミキサーの電源を切ったとしても回転体が惰性で回り続けている場合もあるから、回転体が完全に停止していることを目でも確認すること。最近のミキサーには引き込まれ防止用の網がついているものもある。また小麦粉が散乱した床は水と同じように滑りやすいから絶対に走らないこと。それから体活靴をちゃんと履くんだぞ。まったく二人仲良く医務室とは。君たちいっそお笑いコンビでも組んだらどうだ。なんでやねん。ケース3。あれ、顔色が悪いみたい。大丈夫？今朝からちょっと具合が悪くてね。昨日飲みすぎちゃったかな。休んだ方がいいんじゃない？休むほどじゃないから平気。急に休むと周りに迷惑かけちゃうし、それに家族のためにたくさん稼がなきゃね。無理しないでね。ありがとう。少し休んだ方がいいよ。ここは私が代わるよ。主任には私から言っておくから。
大丈夫？どうしたんですか？ベルトコンベアに巻き込まれて。熱があるじゃないですか。立っているのも辛かったでしょ。今日はもう帰って休んでください。はい、すみませんでした。無理は大怪我につながりますよ。他の人を巻き込む可能性だってあります。家族のために働いているのに家族を悲しませてはいけないでしょ。いいですか？体調が悪い時にベルトコンベヤー上の動くものを凝視すると気分が悪くなることがあるんです。体調が悪い場合は上司に報告して休憩すること。ベルトコンベヤーなどの回転体に巻き込まれると骨折などの大怪我をすることもありますからね。あなたも周りの人の不調に気づいたらすぐに報告してください。はい。くれぐれも体調管理をしっかりしてくださいね。そうですね。なっちゃー。危険は意外と身近にあるってことがよくわかっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？職場の安全衛生には一人一人の意識とルールを守ることが大事。ここでもう一度ケーススタディを振り返ってみよう。食品加工で気をつけたいポイント。1、刃物に気をつけましょう。刃物を手洗いするときは刃の向きに気をつけましょう。また素手で洗うのは危険です。保護手袋などの保護具をつけて作業しましょう。2、回転体に注意しましょう。ローラーやミキサー、ベルトコンベヤーなどは動きはゆっくりでも強い力で引っ張られます。大きな事故につながる可能性もあるので注意しましょう。3、ルールを守りましょう。職場のルールをしっかり理解するとともに定期的に確認しましょう。通常と異なる事態が発生した際はまず上司に報告しましょう。 4.4S を徹底しましょう。日頃から 4S を習慣づけ、事故の発生原因を作らないようにしましょう。労災は決して他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、ルールを守って毎日頑張るぞ。食品加工、こんなことにも注意しよう。安全健康のためのヒント。1、やけどや凍傷に注意しよう。2、作業開始前に安全装置が正常に作動するか確認しよう。3、危ないと感じたら迷わずすぐに停止ボタンを押そう。4、作業着は正しく着用しよう。イラストで学ぶ、職場の作業の中に潜む危険を知ろう。危険予知訓練 KYT。 どこが危険か考えてみよう。ここが危険のポイント。1、異物を取り除くときは機械を完全に停止してから。2、作業中のよそ見は危険。3、蒸気による火傷に注意。他にも危険なポイントがないか考えてみましょう。